日生学園元生徒会長に聞いてみよう。おい、じゃあ今週も、もうね、また俺に聞くんや。そんなに別に誰も求めてない企画だから、こんな真っ暗な違うやろ変わらないだけ。いやいや、別に言ってもシリーズ化してるんやから、これは需要があるからってことだろ。これまあ思ったより数字伸びなかったから、もしかしたら早々に打ち切る可能性はある。やめとけお前、俺これしか誇れるもんないんやぞ俺。お前パチンコ企画もやりだしたから、そっちの方が楽しそうじゃん、うん、そっちの方がよく喋るしな。そんなことないやろ、まあ、今週取らんのかみたいなパチンコのやつ今週取れへんのかみたいな、よく言ってるし。俺企画を楽しみにしてないんだけど、プライベートみたいな。なんか、また取んのかやみたいな。そんなことは夜しか時間ないけど、ええかって言ってこんな時間になったんじゃない。暗すぎるわ今、真夜中やんけこれ。まあ、何を今週は聞きたいの？まあ、今週はやっぱね、まあ、コメントでちょっとよくいただくんですけど、この日生学園第一と第二違うみたいな、お前第二だろみたいな、よくお前コメントでも、ふざけんな、学歴詐称だろみたいな、よく言われてるから。そんな別に、あ、やっぱこいつやってんのかなって。いやいや、まあ別に学歴詐称までやったのかっていう。詐称言うなよお前、そこまでやったのかっていう。やってないわ俺。何がなんて学歴詐称じゃないかね。こんな、あのなんか数字いきそうな学校名前出したくて学歴詐称まで通った。そんなことない、ボコに誇りを持ってるからこのシリーズしてるんやろ俺は。あ、そうなアホかお前。まあ、第一と第二が違うんだ。まあそれを聞きたいってこと今週は。まあ、どう違うのかとか、うん、お前は本当にどっちかなのかみたいなとか。え、これ実は日生じゃないの？じゃないよ。いや、これ飛んだ先動画やで、これ。そうだろう、お前。違うわ、俺。じゃあ、ちょっと片手、第一。卒業アルバム一緒のからな。第一と第二だっけ？まあ、まあ、まあ、違うんだ。まあ、厳密に言うと、うん、まあ、なんていうのかな。でも、学校自体の場所は近いのよ。第一と第二って。あ、もう校舎も違うんだ、じゃあ。え、もう、校舎も違うとか、もう全然違うよ。あ、そうなんだ。本当に別の場所にあるというか、駅も違うし。でも、まあ、車で3、40分ぐらいになったのかな、うん。まあ、第一高校、第二高校、当時、うん、まあ、分かれてて。それ、姉妹校みたいなことなの？いや、完全に姉妹。あ、じゃあ一応、系列は同じ。日生学園第一高校、日生学園第二高校。あ、だから、姉妹店よ。あ、姉妹店というか、姉妹高校よ。なんかあるやん、よくなんとかこう、なんとか大学なんとか高校って、まあそういう感じで、だからよくこの1校、まあ1校と2校って言うんだけど、1校と2校の間で先生が移動したりとかっていうのもよくあったし、あとなんか転校し合ったりとか、なんかちょっといろいろあるんやね。第1と第2はどう違う？どっちが頭いいとかさ。まあ当時ね、アホはどっちかに遅れとかじゃないの？まあはっきり言ってあると思う、それは。あ、そうなの？それはある。あ、そうなの？正直、まあ、第一高校と第二高校。なんか、コメントの雰囲気、いろんな方からコメント来てて、うん、コメントの雰囲気からすると、俺の予想だけど、全然知らないよ。その学校のこと俺。でも予想だけど、第一の方が多分頭悪いんだろうなっていうのは。いや、そんなことないな。あ、第一の方が頭いいの？そう。あ、そうなん？だって学校の位置づけを簡単な、簡単な位置づけ言うよ。第一高校は進学校、第二高校はスポーツ校。だから大雑把に言うと、大雑把に言うと第二高校はスポーツに力入れてて、第一高校は勉強に力入れてる。なんかよく言う、だから厳しい方はじゃあ第二なとは言われるよね。もうスポーツの第一はじゃあ厳しくない？まあその上下関係はもう第二高校に比べたら普通なのかな。じゃあ普通の学校なん第一は。それとも普通よりは、普通よりは厳しいよ、もちろん。あ、それは全寮、まあ寮生活も。あ、進学なのに寮生活なんだ。そうそうそう。ただ第一高校と第二高校の一番の違いは、第一高校は当時から当時は通学生っていうのがいたの。通学して通う人もいたの。あ、なるほどな。あ、じゃあ普通の学校に近づけるために。そうそう。で、第二高校は全員が寮生活、もう全員が。第二の方が頭がじゃああんまあれなんだなとは言われてるな。なのにコメントで「お前第二のくせに」ってよく言われてて、ってことは第二の生徒めっちゃかわいそうだな。そんなことないやろ。第一の人に「お前第二のくせに」って言われてたのってことは。あ、俺は三重県の、だから三重県って進学校の位置づけを目指してたの。ってことは俺進学校の元生徒会長で。第一なの？お前これ第一やん。あ、そうなんだ。うん、ああ、そうなんだ。第二じゃねえんだ俺は。第一高校、なんでみんな
コメントでは第二のくせにって言うんだろうな。なんかみんな第一のくせにとは言わないよな。第二の方が後にできたってことか。あ、第二の方が後にできた。後にできたからちょっとそう言ってるのかな。まあもしかして昔の人の方はちょっと対抗意識があったのかもしれんけどね。だからそうね、もう勉強に力入れててっていうのが第一高校。お前力勉強力入れてたの？それは入れてたよ。お前だってこのシリーズの第一弾の生徒会長に抜き打ちテストの時だって日本で一番南にある日本最南端の国土の名前はあの時お前淡路島ってことだ。蒸し返すなよ、恥ずかしい。日本の国土、東の端、南の端の名前は東、石垣島、南、淡路島。覚えてる、お前。え、覚えてるよ。何だってもう、何が、あ、正解。答え。何やねん。2週間前ぐらい。どこが新学校だ、お前。あれ、小学校5年生ぐらいの問題だからな。なんでええやろ、その小学校5年生。アホすぎんな。まあでもまあまあでもな、その通り進学なんかしねえもんなお前な。進学校とか言いながら高卒だもんなお前な。言わんで生徒会長までやって言わんでええやろ。進学先決まってねえ生徒会長ってアホすぎんだろ。聞いたことないけど。周りは進学してすぐにだってパチンコ屋のアルバイトになったわけだもんなお前な。そうだよ。最低だお前なんかもう高校の生徒会長が人生のピークじゃねえかお前。会うかお前。その後すぐバイトリーダーなってんやぞ俺。あ、でも誰でもなれんだろ、お前。長く働けば、お前。いや、まあでも、でも確かに、まあでも周りはほとんど進学していったから。まあまあ、俺らの世代って大学なんかな、アホでも入れるって言われてたからな、はっきり言って。いや、まあまあ。大学なんか生徒が足りないから嫌でも欲しい。いや、まあまあまあ、選ばなければいいけどな。うん。まあだから主な違いはこういうところかな。ああ、で、厳しさはじゃあ第二の方が厳しい。とは言われてはいいんだけどな。でも第一でもやっぱ、普通の学校よりは。と思うで。だって、うん、まあ、そむしろ普通っていうのが、え、みんな坊主な。いや、ね、それはない。あ、そうなん。あ、でももう悪いことしたら必ず坊主。いや、逆に第一の頃じゃあ普通の学校よりここ厳しかったんだろうなって、なんかね。いや、もう校則でしょ、すべての校則が厳しかった。いや、厳しかった。坊主じゃなくでしょ。いや、坊主じゃないけど。え、じゃあ 何が。え、まあまあ一応まあ持ち物とか。あ、そう、全て禁止や。なんか朝何時に起きるとか言ってたもんな。そうやな、朝6時半に起こ全員が起きるんだ。そう、6時半に起きて6時45分から毎日マラソン。あ、で、まず寮住んでる人は、うん、寮は20人1部屋の寮生活やから。で、自由時間もまあないし、うん、もちろんお菓子とか携帯とか漫画とかそういったものも全部禁止やから、うん、まあ自由がないっちゃ自由がないのかな。まあ一応、そうか、第一で。じゃあ第二はもっとそれより厳しかった、まあ、第二スポーツに力入れてるって言って、スポーツ強かった。ああ、でも、まあでも結構強かった。インターハイとか甲子園とかも行ったりしてたからね、野球部。へえ。いやし、うん、まあお金に物を言わせてっていう言い方もあれやけど、うん、結構優秀と言われてるような監督とか。あ、監督か。とかもし、生徒もなんか取ってるって噂もあったんよね。なんかじゃあイメージ違うな。え、厳しくてアホなやつをなんかこう無理やり強制するために入れるみたいな、よくみんな言ってたじゃん。うん。むしろなんか優秀なやつかき集め始めてたもん。あ、でも当時はそうやったかもしれない。第二高校は、第一高校は、うん、イメージ通りだな。もうイメージ誰でもいい。途中でじゃあ高校辞めちゃった人とか、じゃあうち来ないよみたいなイメージ。最悪第二の方がスポーツに力入れてるって言いながら頭もいい可能性あるわけだな。勉強してたらな。勉強大体部活強い子って勉強もしてる確率高いからな。なんか勉強できてないと大会出させないみたいなよくあるわな。まあ進学校やから第一高校はだからスポーツに結果出さなくても別に、うん、なんかこうある意味許されてた雰囲気があるというか。そうそう、だって別になってな、部活そこまで、うん、俺でも野球頑張ってたからな。でも部員が足りなくて別に大会とかあるのって言ってたよな。そうそう。途中俺野球部やってんけど、うん、2年生の冬ぐらいかな、うん、1回部員俺1人になったからな。おお。でもなんとか新入生がいっぱい入ってきて、うん、間に合って、うん、3年生最後の大会出た、めてましたけど。あ、そうなんだ。うん、コールド負けやったけどね、5回までしかできなかった。あ、そうなんだ。そうそう。ということは、まあ、第一と第二は第二の方がスポーツができて、第一の方が一応勉強もうはっきり言うと、じゃあ第二の方が優秀な人集まってるってことは。
いや、総合力で言うとそうかもしれんな。勉強。総合力な。勉強。勉強はまだはっきり分かんないけど、でも多分進学率も時代の方がいいんじゃないかなって、俺の聞いてるイメージでは。まあ、だって、一応部活、ある程度、エリートで、うん、まあ、その時点でちょっと進学しやすいじゃん。まあな、一生懸命頑張ったっていう意味でな。そっちの方が進学校じゃん、むしろ。で、ああまあ、言葉通りで言うと。うん、で、まあ、多分部活だけってあんま高校では聞かねえからな。勉強も一応しろみたいな。まあまあ、まあ、しかも全寮制で、さっき言ったように自由がないから。あ、第二も自由がねえんだ。あ、もちろんもちろん。だから、あ、むしろ、そっか、第一は通学があっても、第二は。毎日自習時間っていうのは必ずあるから。強制で。あ、だから、無理やりみんなに勉強させてたから、うちの学校は。じゃあそっちの方がもしかして。いや、わからんぞ。じゃあ進学校へ。だって第二の方のお前と同じ代の生徒会長、多分お前より学歴上だろ。進学してるだろ、そっちの生徒会長は。お前の最終学歴だって高校の後近所のパチンコ屋のフリーだろ。いや、最終学歴言うな。最終学歴だろお前の。あ、でも受給その時1200円もらってた。まあまあまあ、お前の人生のピークの。ピークよ。確かに俺が人生で一番お金もらってた時期。そっから年々右肩下がり、まあ、その、もらったお金全部、パチンコ屋で稼いだお金全部パチンコに使ったって言ったもん。最低やないか、俺も。あ、何を学んだんや、俺。だろうな。どこに進学してるんですよ。なるほど。まあ、第一代にはじゃあ、一応ち。まあ、あくまで当時の話で。今はちょっといろいろ変わってるかもしれんけど、うん、そういうイメージは昔からあったのよね。じゃあ、あれなんだな。あの、うん、第二のくせに、みたいな言われてたけど、お前は、まあ、まさに第一の、しかも生徒会長だったってことか。そうだね。なるほど。ということで、第一と第二をね、これ聞いていこうかなって悩んでる人もいるかもしれないのかね。うん。うん、第一と第二、どう違うのか。まあ、まあ、第一行ったらこういう人になるっていう。いや、いい。生徒会長でもこの程度で終わるって。お前、その言い方やったら印象悪くなるやろ。ああ、その学校の。うん、そうだろ。印象悪くなるやろ。あ、そうなんだな。一応、もう、俺今、母校に一切何も貢献できてないけど、ちょっとはこういうのって貢献させてくれよ。やっと貢献できないやから。貢献っていうか、もう足引っ張ってるしかねえ。誰か足引っ張ってるしかねえだろ。やっと貢献できるんやから。今まで、この卒業してから十数年間、一切俺母校に貢献できてないけど、やっとこのシリーズで貢献できないから。学歴詐称してもいいから学歴言わねえでくれみたいな、多分言われて、思われてた。そんなこと言うなよ。俺母校に卒業してまで足引っ張るのかみたいな、多分。母校にそんなこと思われるって、うん、言われてる。ショックやわ、そんな。多分この動画消されるとしたら、お前の学校の先生だろうな。何でやねん、報告すんな。というわけで、第一、第二違って、こいつは第一の元生徒会長ということで。うん、以上です。まあ、どっちに進学しようかなって迷ってるね、人はちょっとそっちに。なるほど、勉強かスポーツかってことだな。そう、ね、第二はじゃあもしかして入りにくい可能性もあるからな、スポーツにそんな力入れてるんだったら。まあ、当時なんかセレクションしてる部活もあったからな。うん、うん、なるほどね。というわけで第一第二は違うということで、皆さん、はい、以上です。分かんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近お見せもないって言われてしまいですよ。もう人生の集大成。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいよ。何よ俺だってもうハゲてきてる。俺今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。